さあ春ね、まあ春といえばミノーイングね、まあ OSP ではまず、今年20周年ね、約20年近く前にアシュラという9センチクラスながら初めて3つのトリプルを搭載してフッキングが極めていいね、そんなミノー、あとフルフラットボディデザインっていうのもね斬新でした。今で言えば7センチクラスのドルガ、うん、でもまあアシュラの次に、一世風靡させたのは13センチクラスのミノーの世界を変えたルドラ、うん、で、やがてルドラコンセプトを継承した11センチのバルノ、うん、があります。まあね、ルドラが、どこがすごいかっていうと、まあ業界初、まあ、これはフローティングだからね、重心移動の球が2つ、ね、通常1つ、多くても2つだったんだけど、まあ、ルドラはね3つのタングステンの重心移動、まあ、それにより、ね、より低重心、あとはキャスティングの時はしっかり後ろまで、ね、ウェイトがいく、だからかつてない、ね、ハイピッチタイトロール、うん、ハニカム構造も合わさって、なんでそれを可能にした。飛ぶダートもいい、何よりただ巻きが素晴らしい、まあ、そんなミノーでした。まあね、あのよく聞かれるのが、まあ、ルドラね、いろんなバリエーションある、うん、でもお店に行った時にどんなパッケージを選んだら、ね、自分が欲しいモデルがあるのかと、ね、よく聞かれます。まあ、それを説明させてもらうと、まずルドラには、こうフローティングモデル、ね、あとは一番重たいところではシンキングモデル、うん、があります。であとは重心移動のサスペンド、ね、あとは固定重心サイレント仕様の、スペック2モデル、うん、あとは重心移動ながらフローティングよりは浮きスピードが遅い、でもスペック2とかサスペンドみたいにほぼ水中に止まるんじゃなくてややスローめに浮いてくる MSF というミディアムスロー、ね、フローティングっていうモデルが、当然ね、まあ、フローティングモデルはね、初夏とかね、水温が高い時とか水面近くにベイトがいる時、トップウォーター的に誘ったりで、 MSF であればサスペンドを使いたいような低水温の時も含めて、でもおかっぱりでね、寝がかりしちゃうからね、ゆっくりめでもいいから浮きたい、浮かしてかわしたいとか、初夏のウィードレイクとかウィードを浮かせてかわして、そんな時にね、持ってこいのモデル。でもね、まあ、色のパッケージのイメージとしては空、雲に近い、うん、だからパッケージも白とか、ね、雲の色に近いパッケージになってる。で、まあ、サスペンド系はね基本黒系です。でこっちのカーボン調はスペック2、よりシビアなセッティング、ね、F1 マシンみたいに、ね、シビアな状況で使うモデルだからこそカーボン調で、あとはシンキング、海で出番が多いからこそ海のカラー、水色、ブルー、そんな感じになってます。まあ、バルナーはねもうこんな感じ、同じパターン、ね、ルドラとの違いは MSF モデルだけは今バルナーにはない。まあ、まあね、基本ね、春のワカサギパターン、もしねワカサギのサイズによってそれぞれ使い分けますよね、うん、あとはね、オイカワ、初夏のオイカワパターン、ハスパターンね、そ時にウグイであったりね、ニゴイであったり、うん、まあ、大まかその時バスがもしくは魚が捕食している、ね、海であればイワシサイズとかによって、ミノーのサイズを使い分ける。まあそんな感じです。でまあここまでがね、ミノーイングでの、状況、当然ねアピールが強すぎるとかそんな時はカラーをおとなしめにしたりとかね、あとはボディサイズを下げたり、うん、まあいずれも OSP のねミノーに言えるのは、ダートアクションもいい、うん、得てしてでもダートアクションがいいミノーはタラ巻きもしくは早巻きするとバタついたりまともに泳がないのが、でも両立します、うん、まあタラ巻きでも食わせられる、弱い泳ぎじゃないと、本物に近い泳ぎじゃないとミキッチュアの時でも食わせられるのが OSP のミノー、うん、ただしそれだけじゃね、攻略しきれない時のために、まあ2020ちょっとですね、ニュータイプなんか、ね、見えちゃったかもしれない、グラサンに映り込んでるかもしれません、うん、名前はピクロ、ね、ピクピクローリングの、
役です。まあ、どんなアクションかはね今言えないんですけど、なんとなく名前から、想像してください。まあ、そういう、このニュータイプの、ね、ミノーでも強すぎる、 OSP のミノーでも強すぎる、ね、それを攻略するニューバージョン、うん、まあ、これもぜひ楽しみにしておいてください。